いよいよですね、ちょっと近代的 DVD の違う、近代的スキー術かの DVD の中でちょっと僕が試してみたいなと思ってた動きがあるんですよ。それをやってみたいと思います。まあ、DVD 見てから僕その動きはほとんどやってないんですよ。あえて今日ね、この動画で撮りながら実際にやってどんな感じになるかちょっと試してみたいんですけど、まあでもコブはね、滑る機会があったんで、こう横アングルから見てるとなんか僕ね、手がねすごい前なんですけど、やっぱりモーグル的な滑りする方って結構手近いんですよね。こういう状態で使っているし、で、まあ、実際にその近代的 DVD の、やつで持ってたのは石水勝野さんの手をこういう風に動かすってやつ、ね、ストックつくとき。これすげえなと思ってやったことないし、できんのかな、できんのかなというかね、なんかそれやってみたいなと思って。まあ確かにそういうコブのね、モーグルの人こうやってつくじゃないですか。でさらにこういう肩を動かさないで、こういう腕を動かす、歩くように走るようにかなっていう感じでいってたから、ちょっとこれやってみたいと思います。はい、まずは静止かな、静止でちょっとやってみようかな。こんな感じになるのか、後ろから追ってもらおうかな。こんな感じかな。ぽい、ぽい。でもね、コブというかストック長い気がする。何センチ？その98くらいにしよう。風強いな。多分声入ってないかも。ちょっとハロ。普段はレッスンの時とか滑る時は105センチもしくは108センチとかそのぐらいで調節してるんですけど、あえて、あ、短すぎるかなこれ、98 ちょっとやりすぎた感があるんで100ぐらいにしてみます。100で、ちなみに身長は164センチです。もう一回やって一度慣れないから気持ち悪い動きはぽいぽいですよねやってみないとね、コブでね、コブ滑ってみて。
強くてあれ動きなんとなくできてた。ちょっと実際に見てみなきゃ分かんないけど、ね、チェックしようか。チェック味を結構あれだね、なんか動き大きすぎるかな。もうちょっと細かくてもいいかも。こういう難しいね、なんかね。習いに行こうか。分かんないもん、感覚は。なんとなくできてそうな気はするけど、あとはそれに足の動きがちゃんと合ってくればなんとなくそれっぽくなる。あ、コブあるわ。そこでもちょっとやってみようか。多すぎて抜けられなかった。なんとなくでもできた気がする。でもこれスピード出せるのめっちゃ手が遅れないですか、それやると。もう逆に遅れない感じ。コブスキーヤーっぽくなったかな。もう一回チェックして、もう少しちゃんと丁寧にやります。あとなんか高い姿勢で入ってくるって言ってましたね。これとか他の人は割と低い姿勢でこう入って、そこから足を伸ばすっていうタイプなんだけど、西水さんは高い姿勢から入って、そのわかんないでしょ、まだ高い姿勢で入るって、そんな意識もちょっとね。まあでもモーグル的なスキーはそんなイメージ、足伸びてる。これめっちゃなんかコブさばいてる感ありますね。コブをさばいてる感があります。さばいてる感。ちょっともう一回チェック。なんか違う気がする。納得しない。もうちょっと馴染ませたいですね。なんかやっぱりちょっと広い気がするの。もうちょっと狭い。すごいコンパクトな動きな気がするんだけど、まあ元々ね、僕の腕の構えがすごい広いからどうしてもなんか広くなっちゃう。もうちょっと狭くてここでいい気がする。動きだけなんですか、その突く位置も変わるんですか。それ突く位置変わる、すごい近い、うん、自分がついてるのはもっと多分50センチ前、前にこうついてくってわけじゃなくて、私ストックを振るからな、手の動きは大きいから結果的にすごく前につくんだけど、そうかもしれない。コブつくときにあんまりコブの向こうにつこうとか頂点につこうとかあんま考えてなくて、リズムでついてるから、うん、結果的に上になってたり向こう側になってたり。よし、じゃあちょっと最後のまとめもう一回いくか。足の動きも、ね、足と手と全然違うもんね、すごい。ちゃんとね、合わせて滑れるようになりたいけど、もうちょっと練習します。
メージがつかめたらちょっと練習してみます。動きね、研究して。やっぱね、滑ったら、なんかやったら自分の滑りをできればやっぱ動画でちゃんと確認した方がいいですね。で、できてるかどうかチェックして自分の感覚とすり合わせて、でもう一回ね、雪上に出るというのは環境的にね、できる方はどんどんやった方がいいです。なかなかそれができない方もいるかもしれないですけど、そういう環境を作ってできるといいですね。はい、ということで、近代的スキー術の DVD を購入してくださった方のためのグループを、これはもう完全に僕が独自でやってるだけなんですけど、その DVD で、出てるね、スキーの、なんていうんだろう、技というかテクニックとか、あと検定に向けての動きとか、そういったことを、まあ、その DVD はやってるんですけど、テククラ対策かな、なんですけど、それをなんか僕なりにさらにこうアレンジしたりとか、ちょっと分かりにくいところがあった場合ですよね、まあ、人によってこう、ね、捉え方が違ったりもするから確認したい部分って多分あると思うんですよ、 DVD って。だからそういうところを、まあ、ちょっとね、どうしても、まあ、僕がやってるので僕なりになってしまうんですけど、そのこういう感じでちょっと解説したり、動き実際にこうやってみて感想だったりとか、そうですね、こういう動きやったらどうなんですけど、これつなげるためにちょっとこう、ね、実際の滑りと、できてない、滑りとかはちょっとつながらないっていう人がね、まあ、そこをつなげるっていうこともねできたらと思いますので、よかったらぜひ、グループに参加してる人はもうそのままねコメントしてくれればいいですし、参加してない方はぜひよかったら参加してみてください。僕のオンラインサロン参加していただくとね、そこに近代的グループっていうグループがあるので、そこから参加していただければと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Stroke.